皆さんこんにちは。大人の女子力向上チャンネルのココです。こちらのチャンネルは大人女子が可愛くなる美容やファッションの情報をお届けしていきます。ということで今日は、アディダスの福袋についてお話ししていきたいと思います。それではスタート。皆さんね、福袋何買おうかしらってね、悩まれる時期かなと思うんですけど、実は私去年ね、アディダスの福袋買いました。で、バタバタしてね、撮影したんですけど、年末に来ちゃったので、なんと YouTube に載せることができなかった、幻の動画が見つかりましてですね、ちょっと今年の福袋何買おうかなで悩まれてる方の、もしかしたらちょっと参考になるかもしれないと思って、アップすることにしました。今年のね、福袋をちょっと見てみたんですけども、今年は、3つありました。私去年買ったのは、メンズの1万2000円ぐらいのものですね。6点セットのものを買っておりまして、で、今年もね、こんな感じでラインナップはもう見えちゃうんですけど、6点セットになっているようです。で、その1個下の、4点しか入ってないですので、なんかまあやっぱり結果的に真ん中の方がおすすめなんじゃないかっていう気がするんですけど、で、その高級ラインはですね、4点か5点、なんか数少ないんですよ。ただ多分1個ずつがいいものが入ってるんだと思いますが、それをね、まあちょっとどれにするかって考えると、まあ私個人的なおすすめはやっぱり1万2000円のやつが使いやすそうかなって中身もね、見た感じ思いました。で、去年のにね、似てます。まあ私はちょっと今年は買わないかなと思うんですけど、参考にね、してもらえるんじゃないかなと思います。で、去年ね、メンズの M を買ったらなんと、私でちょうどよかったです。162センチって、まあ、標準体型かなと思うんですけど、まあ、私が着てもですね、ちょいズボン緩ぐらいかな。パーカーとかなんてもう全然ジャスト。まあ、やっぱりなんか、こう、スポーツ系の洋服ってちょっとダボダボできるの可愛いじゃないですか。もし買うとしたら、私で L? で、息子とかもう170あるので、だったら L でも、ぴったりになっちゃうかも。なんなら XL でもいいのかもしれないなんて思ってます。そんな感じで、アディダスの福袋に関しては、結構他の方のレビューとかを見てみたんですけど、ちっちゃいみたいな方が多かったので、大きめサイズですね。1から2サイズアップでダボダボで着ても可愛いんじゃないかなっていうのが私の意見になります。そんなことを踏まえてですね、ちょっと去年の動画になりますが、ご視聴いただけたらと思います。ラテちゃんがね、赤ちゃんなんですよ。それも可愛くて見どころの一つというか、本当可愛いので記念に残させていただけたらと思います。それではね、去年の動画もご視聴いただけたらと思います。はい、一緒に出ましょう。皆さんこんにちは、ココチャンネルのココです。今日は、福袋第1弾の紹介をしていきたいと思います。一発目はですね、アディダスの福袋になっております。それではスタート。はい、今日はですね、アディダスの福袋の紹介をしていきたいと思います。ラテちゃんも出演してくれてます、ありがとう邪魔ばっかするんでね、ちょっと出演してもらいましたが、アディダスの福袋は公式から出てるんですけど、今年のは中身が全部わかるようになっております。で、男女兼用のアイテムになりますので、今ちょっと私用っていうより子供が着たらいいかなと思って買ったんですけど、私がね、着てみたらどんな感じかっていうのをお見せしていきたいなと思います。今日前髪がちょっともうぺったん、バーコードみたいになってて本当にお恥ずかしいんですけど、なんでこんなになっちゃったんですよね。早速なんですが、私はですね、Mサイズを購入しました。金額が12110円です。あ、5点入って12000円だったら、安いかなと思ってね。で、まず一つ目がリュック。リュックでした。あ、かっこいい、普通に。すごいシンプルな真っ黒のリュックに、なんかこうちょっと、キラッとする、タイガだったらあれなのかな、なんかキラッとするロゴがついております。で、結構大きいリュック、すごい大きいんですよ。中がこんなガバッと、これラッチャ入るんじゃない。ラッチャよく、ラッチャ嫌だラッチャ入れようとしたら嫌がられちゃったんですけど、中が本当にマッチというか深さがあります。で、中の内ポケット一つついてて、で、外ポケットもついてますので、これはちょっとね、みっこくんの、道具入れ、道具入れじゃないあ、これペットボトル入れたりとかするのにも、良さそうでございます。これすごいいいですね。なんかね、札ついてて定価がね4730円みたいですね。お次は
お、かっこいい。シンプルなスウェットでございます。これはね、写真で見てていいなと思ってたんですけど、実物もめっちゃいいです。可愛くないですか？足のとこにアディダスって入ってて、で、ここもアディダスって入ってますね。ごくごく普通のスウェットなんですよ。生地は薄め、裏肝とかそういうやつじゃないので寒いっちゃ寒いですけど、まあ、下にタイツとか履けばね、私なんかは大丈夫ですね。子供もね、これスポーツするときに良さそうですね。これ定価5500円ですよ。もうさ、この時点で1万円近くいってるからお得すぎません？かっこいいし、普通に使えそうなスウェットが入っておりました。次、じゃじゃん、お、パーカーですね。かわいい、普通にかわいい。アディダスって入ってますね。なんかシンプルでいいですね。で、これもさっきのスウェットと同じで薄い、めちゃめちゃ薄いです。でもお袖のとこにもアディダスって入ってるし、普通にかわいい、普通にかわいい。これはちょっと子供にあげないで私が着てもいいんじゃないかっていうぐらい可愛い。これこれね、定価定価、これ高い、6270円だって。これもう元取れまくってますね。次、 T シャツ、あ、これまた良くないですか？超シンプルなロゴ T ね、可愛い。ただ生地薄いしょうがない、 T シャツなんでね。2189円ですね、安い。ちなみに身長が、M サイズだと167から173の感じになってるみたい。はい、男性でね、それぐらいの身長でなっております。まあ女性が着てもダボっとして着られるか、可愛い。あ、これここのところのお袖のここにもうっすらアディダスって入ってますね。で、最後これなんだろう、えい、え、なにこれ、ちょっと待って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 、あれ、あ、あれ、あ、上下のジャージ入ってた、あれ、こういうんだったっけ。すごいお得すぎません？可愛いし、普通にほら線の入ったジャージですよ。こっちもお揃いのスウェットです。スウェット、スウェット、え、これはお得すぎる。これ高いですよ、これセットで9889円ですもん。定価が高すぎる。12000100円で買えたんですけど、かなりかなりお得だと思います。ラジオどうしよう、すごいさ、いいもの入ってたね。中身分かってたけど、こんないいものだと思わなかったね。うん、はい、全く興味ないようですね。ではこれからね、お着替えしてお見せしていきたいと思います。それでは後半戦スタート。はい、それでは着てるところお見せしていきたいと思います。ちょっと待って、これさ、私ぴったりなんですけど、男性のっていうかの M なんですけど、めちゃくちゃ可愛い、すっごい可愛い。どうしよう、ほら可愛くないですか、このロゴ。かわいい。で、形がすごいいい。これさ、もうワンサイズ上も買っとこうかなっていうぐらいいい。これは私のにして、もうワンサイズ上を、もう息子くんが、うちの息子くんがもう身長が167ぐらいになってるのかな、なんですよ。もう抜かれちゃって、でもう170になる日も近そうなので、これ多分丈足りなくなっちゃうんじゃないかな。一応公式のあれでは173までってなってますけど、私162でちょうど良さそうなんですよね。ちょっとムチムチしてるからかなんかちょうどいいです。ここの緩みもちょうどいいですね。お気に入り、どうしよう、かわいいです。 T シャツは普通にこんな感じでちょうどいい、このゆるっとさがちょうどいいです。ピチピチになることなく、程よいゆるさでめちゃくちゃいいです。ね、なんか食べてやめていただけます。で、リュックかなんか背負っちゃったら、リュック背負っちゃったら、なんかジムとか行けそう、これで。ほら、あ、ちょっと上に行っちゃってるけど、これジムに行けそう。これ私のにしたい、紐が上すぎるんで、ちょっとね、ごめん、リュックのなんかここがゴワゴワ硬い気がする。ちょっとそれは気になる。中身入れたらまた違うかもしれない。見て、こんな風にゴワゴワしてる。中身入れたら違うかな。リュック中身を入れてみたらだいぶ良くなりました。ちょっとここのゴワゴワ硬いのが気になりますけど、こんな感じです。可愛いですね。特にこのズボンが超お気に入りでございます。ジムに行きたいですね。かわいい。となんだっけ、あ、パーカーね、パーカー、パーカー、あ、これはもうね、間違いないと思います。パーカーはね、チャンチャラーン、あ、やっぱりちっちゃめだと思う。ちっちゃめ、ちょうどいいんですけど、私でね、ちょうど良すぎやしませんか。ほら
これ以上、あ、てかむしろもう一個大きくてダボっと着ても可愛いかもっていうぐらい割とコンパクトめのパーカーになってますね。女性向きだなこれ。ちょっと男性が着たらきついんじゃない気がしますけど、めっちゃ普通に可愛い。しこのパーカーは別にこのこういうズボンじゃなくてふわっとしたスカートとかに合わせても多分可愛いと思います。あのアマパラミックスっていうんですかね。ちょっと着てみますね。ほらこんな感じでロゴスウェットにこういうふんわりした可愛いスカートとかを合わせてもめちゃめちゃ可愛くないですか。私こういう格好すごい好きなんですけど、いかがでしょうかね。スカートは楽天で買ったもので、フィットモアさんのねスカートなんですけども、可愛い。こんな風に着たいと思います。これやっぱりあげないだってめっちゃ可愛いもん。ほらね、でサイズもぴったりですし、このズボンとこれは私のものに決まりました今じゃあこのねセットアップの着てみますね。はい、着てみました。これは着るかな。着ないな、着ないなって思っちゃいましたけど、あーでも部屋着お家で着るならいいかなっていうのは、意外とここはやっぱ細いんですよね。全然ちょうどいいんですよ。袖丈は長いんですけど、この辺の感じが細身なので、これ男性どうなんだろうってすごい不思議。うちの子供は細いんで多分大丈夫ですけど、やっぱり男の人って結構身長とかじゃなくて横が大きくなりがちだと思うんですよ。筋肉とかもあるし、だからキャツーンってなんかこうムキムキってなっちゃうかもしれないこれも女の子向きじゃないですかね。でもこのスウェットパンツはめっちゃ可愛い、形がすごい好きね、めっちゃいいと思います。これも意外とヒールとか合わせちゃうと大人かっこよく着られちゃったりするんですよ、こういうスウェットってね。形綺麗なんで、なんかジョガーパンツっぽいんで、ちょっとヒールで合わせてみますね。これいいやん。はい、こんな感じでちょっとパンプスと半袖なんで季節感ないんですけども、こんな感じでヒール合わせてちょっと高めの、これマルジェラのバッグですけど、切れ目のバッグとか合わせちゃったりして、シャッとこういう風に、さっきのスウェットですけど肩にかけちゃったりなんかしたら、ちょっとおしゃれ、ちょっとおしゃれのところに行けちゃいそう。あとはこのパーカーじゃなくてトレンチコートとかを着ちゃえば全然シティも歩けますね。シティもこういうスポーツミックスってねずっと流行ってますけど、そういう感じでのコーディネートにも使えます。だってめちゃめちゃシンプルだもん、ロゴがここだけだしね。生地もいいです、サラッとしてますね。そんなに膝が出なさそう、いわゆるスウェットってほど分厚くないのでツルンとして履き心地が良さそう。これ素材なんだろう、これね、お素材が、コット70ポリエステル30ですね。ツルンとした手触りになってるので、すごく1年通して着られる感じになってるかなと思います。はい、ということでね、今日はアディダスさんの福袋を開封してみました。ぜひねサイズ感とかの参考にしていただけたらと思います。私も今すぐこの動画を撮り終わった後にワンサイズ大きいやつをね家族用にもう一個買っちゃおうと思ってますはい、皆さんもねこれ多分絶対売り切れちゃうので、急いで在庫あるうちにねポチッとしていただけたらと思います。私の概要欄の方にねリンク貼っときますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。こちらの動画が参考になりましたら高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。コメントもお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。